たな特技を見つけたモノマネ番長に続き、メンバー1、顔の濃いあの男が登場。三つ酒、はい、行こう、行ってみよう。あ、ジョニーデップにしてない。あ、もうジョニーデップだ。そういう感じで、のすごいな、そういう感じでやってますよ。向かってきたね。これすごいですよ。松山千春。今日はね、僕のライブに来てくれてありがとう。MC から入る。あ、もう歌われる。早速じゃあ最後の歌いきたいと思います。果てしない大空と。森山直太朗。僕らはきっと待ってる。桜桜今咲き誇る。2限目はモノマネの技を全員で覚える集団実習。やんちゃな沢亮が入り口にセットしたのは黒板消し。全員確保だ。俺は芸人としてなんで当たんなかったんだ。その後悔だけあるの。はい、全員立ってみましょう。はい、そう、ね、いいですか、僕やってみせますか、鶴田さんの動き。細かく言うと1,2,3,4,5,6,7,8 ですから。はい、いくよ、動きだけやってみるよ。はい、はい、1,2,3,4,5,6,7、 もう一回、1,2,3,4,5,6,7,8。 いいね、いいよ、これいいよ。最後に、あたしじゃねえだーで、これいきますから。いいですか、あたしじゃねえだーで。恥ずかしくない、恥ずかしくない、みんなやってるから恥ずかしくないよ。一番恥ずかしいの俺だから。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8、あたしじゃねえだーで。あー、いいね。楽しい。もう一つだけ教えます。いいですか、サマーズの三村さん。おー、ね、これね、あったら楽ですから気をつけ、まず気をつけで、左足を前に出してください。力を抜く、猫背、そうそうそう、はい、これも三村さんだ、この立ち方が。で、一言、机。もう見たまま言うだけだから。何でもいい、見たままいいんだよ。猫背。気をつけ、はい、気をつけ、はい、左足前、力抜く、行くよ、みんなで猫背、せーの、猫背、猫背。どうしよう、楽しいな。モノマネって楽しい。3限目は食レポ。ある意味一番ためになる授業です。苦手な人、あー、やっぱな、なかなかこれ難しいんですよね。ただこのモノマネが非常に食レポにも役立つ。俺なんかもうほとんど食レポモノマネでだから。もう 食の感想ほとんど言ったことない。これは武器になるの。でもね、失礼します。あ、お願いします。当店一番人気の満点パフェでございます。これ100点満点ってことですか。そうです。そんなわけだよ。なあ、そんなお前普通のパフェがお前100点満点。なあ、お前な、こんなもんがお前満点やったらお前ほんまや。ね、モノマネはこういうことができる。最初の料理はお店自慢のチーズボール。のっけからモノマネで言ったれ沢柳。沢りょう、やってみようか、ね、食べていただきたい。そっからお、もう入ってんの、これもう本田選手入ってんじゃない、これ、これボールですね。そう、いいですよ、いいですよ。で、本田圭佑だって分かるからね、ここで。
シンジ、まあ、シンジがいるんだよね、シンジがいるんだよ、うん、さあ、蹴りに来るよ、お、うん、食べるんだね、うん、お味はボーンですねお上手、お上手ね、これでちょっと気が楽になるんですよ、そうですね、ね、はい、であとで普通に自分で美味しいですって言えばいいんだもん。続いては虫かごに入ったこちら、揚げ物を詰め合わせにした人気メニュー、夏休みの思い出。メンバー一静かな男が意外な力を発揮します。さあこれをですね、じゃあ坂田、はい、行こう、行ってみよう、はい、行きます。はい、これが夏休みの思い出か。マスオさん、卵も入ってる、ウインナーも入ってる、開けますね。どうも、開けてください、どうぞ。いただきます。おいしい。タラちゃん、ちょっと食べなさい。トラちゃん来た。パパ、お、似てる。いただきます。どうぞ。ママ、おいしいです。上手じゃん。何これ、言っといて。ナイスなコラボを見せた坂田にスタッフからご褒美。実はこの虫かご、特別に長野の郷土料理イナゴの佃煮をトッピング。メンバー一虫嫌いの坂田、このピンチモノマネで切り抜けられるのか。せっかくですからね、じゃあアヒルでね、やっぱりちょっと食べていただきたいですね。あれ、アヒルでその串で刺さってるやついきましょう。はい、うわー、どうした、うわー、どうした、どうした、アヒルじゃなくなった。